アイス・クラクフ・コングレスセンターは、ポーランドのクラクフにある多目的ホール。2014年に完成。グルーンバルト・ラウンド・アバウトの近くで、会議やイベントなどを行うコンベンションホールの計画は2000年頃から存在していたが、クラクフの都市開発によりその必要性が高まった。2002年のクラクフ市長選挙で、当時の候補者であるヤツェック・マイフロフスキ氏が設立を発表した。 その選挙では、マイフルフスキ氏は当選している。アイスクラクフには3つのメインルームがあり、メインホール、シアター、会議室があり、それぞれ最大収容人数は2000人、600人、300人。バベル城を望む3階まで吹き抜きのロビー、多目的室などもある。周辺には、地上駐車場、バスターミナル、360台収容可能な2階建ての地下駐車場などがある。 2017年にユネスコの第41回世界遺産委員会の会場になった。その他 e スポーツなどゲーム関係の催し物やコンサート、ファッションショーなどが開催される。セントラムコングリッソアイスクラックを、アバウトアイスクラックを、ICEKRAKOW.PL2021 年6月26日、閲覧。ありがとうございます。